本当は別の企画をやる予定でした。さあ、ここは東京都新宿区京王線の新宿駅です。今回はそもそも吉祥寺から高尾までを京王線に行くおバカ乗車をやる予定だったのですが、現在京王線は人身事故が発生して運休中。そのため当然その企画は成立せず、ある意味 JR 中央線が京王線の振り替え手段として活躍しています。さあ、今回はそんな京王線がダイヤ乱れした時どうなってしまうのか、またその振り替え輸送についても見ていきたいと思います。今回も最後までよろしくお願いします。ということで、まずは行ける範囲まで電車に乗っていきましょう。今日乗る電車はこちら。2段目に表示されている新宿駅19時22分発各駅停車の飛田給油機です。この日、京王線が運休していたのは飛田給から府中まで、運転見合わせの距離としては最低限に収まり、相模原線については運転していますが、京王線の主要駅である府中まで行けないのはかなり痛いようです。そのため、京王線の優等電車は調布止まりになるか運休、各駅停車も通常は高尾山口行きとして走っていますが、この日は飛田給止まりとなっています。なお、飛田給駅は非常時に折り返しができる駅として何度かご紹介していますが、今回はたまたま非常時に遭遇しましたので、その様子について見ていきたいと思います。さあ、やってきました。こちらが今日乗るダイヤ乱れによって運転された各駅停車の飛田給駅です。新宿駅の折り返しで、今日は7000系10両での運転でした。通常各駅停車は新宿駅は1番線から発車しますが、この日は2番線発着となっていました。というのも、そもそもこの電車は各駅停車飛田給油機ではなく、特急橋本行きとして走る予定でしたからです。ただ、そうしますと京王線の電車も各駅停車も足りなくなってしまうことから、今回は急遽各駅停車飛田給油機として走っています。厄介なのはドアが開いてから数分経過してそれが決定したことです。せっかく特急だと思って座った人も、自分の席を諦めなければいけない人がたくさんいました。さあ、電車は新宿駅を発車。奥の3番線にはたくさんの人が並んでいますが、次に新宿駅の3番線を出る電車はこの後20時頃までありません。まだ30分近く空いていますが、再開1本目の電車を狙おうとしているみたいです。ただ、後ほどわかると思いますが、ここで待つことはあまり意味がないかもしれません。さあ、それについてはまた後でご説明します。改めて京王線がダイヤ乱れの中運転している各駅停車飛田給油機の旅がスタートしました。本来は新宿駅19時22分発各駅停車高尾山口行きとして走る予定だった電車が9分遅れで各駅停車飛田給油機として運転しています。しかもその前、19時21分発特急橋本行きは運休であったようです。また車内放送では今後行き先が変わる恐れなども案内されていましたが、それはどうなるのでしょうか。今回はこの電車で終点の飛田給を目指しつつ、京王線の振り替え輸送ルートについても詳しく見ていきたいと思います。電車は新宿駅の次は笹塚に停まります。この区間を並行する京王新線は少し遅れで走っていますが、府中方面の電車はほとんどないため影響は最小限であるようです。さて、新宿発車から4分、電車は間もなく笹塚に到着します。本来は新宿から京王八王子を結ぶことでちょうどよくなるように本数が組まれている京王線ですが、この日は飛田給油から府中までが運転見合わせとなり、実質2路線のような形となって車両不足が発生しています。運転間隔はラッシュ時とは思えないくらい開いており、速度は出ていました。またこの駅は京王新線との合流駅です。京王ライナー以外の全種別が止まっています。京王ライナーは現在は橋本行きについては一時でも運転、京王八王子行きについては全便運休が決定しています。なお、ホームは2面溶接の構造で、
京王新線ホームには京王ライナーが止まっていました。あの電車は新宿駅は19時40分発として走る予定でしたが、運休となり行き場がなくなってしまったのでしょう。笹塚ではこの電車府中行きとして案内されています。電車は隣の代田橋を発車。この駅は各駅停車のみが止まる駅です。何かトラブルが起きた場合でも最後まで走っているのはこのような各駅停車。そりゃ当然かもしれません。各駅停車のみ止まる駅がある以上は運転しないと移動できなくなってしまう人がたくさん出てしまいます。ただ京王線の各駅停車は基本的には新宿から京王八王子、また高尾山口まで長距離を走る便となっており、途中区間が運転見合わせになりますと一気に本数が減ってしまいます。また駅数も多いため所要時間が長くかかってしまうところも課題点です。さあ電車は隣の明大前を発車。明大前では間隔調整で4分ほど止まっていました。どんどんと遅れは拡大していきます。なおこの駅は井の頭線との接続駅です。京王線が止まってしまった場合、活用できるのはやはり JR 中央線です。井の頭線は渋谷から明大前を経由して中央線の吉祥寺までを結んでおり、新宿からの振り替え輸送手段としても大いに使うことができます。その際中央線で西国分寺まで向かい、そこから武蔵野線と南武線を乗り継げば分倍ヶ原までアクセス可能。また国分寺から府中までは路線バスも通っています。あるいは立川からモノレールを使えば高畑不動まで行くこともできるでしょう。面倒ですが主要駅までは代替手段は走っているようです。そしてその隣の駅は下高井戸駅。この駅は東急世田谷線との接続駅です。世田谷線は三軒茶屋方面には抜けられますが、京王線の振り替え手段にはなりづらいようです。また駅前からのバス路線もコミュニティバスしか通っていなく、中央線方面に抜けることはできません。明大前で降りておくべきであったようでした。電車は桜上水を発車。この駅は急行までが停車の駅です。ホームは2面4線の大比可の駅ですが、桜上水での待ち合わせはありませんでした。これは意外なことに、この電車が定時で走っていてもそうだったみたいです。また桜上水には車両基地が併設されていますが、電車は通電した状態で何本か止まっていました。あのような新宿駅の混雑を見ますと出して運転してほしいと思いますが、何かしら都合があり今はお休み状態であるようです。そしてその隣の駅は上北沢駅です。この駅は各駅停車のみ止まる駅です。上北沢、芦花公園あたりは他の時間帯ですと途中駅での通過待ちが多く、所要時間が長くかかってしまいますが、この時間帯は時間をかけることなく移動できます。あまり運転見合わせの影響も受けていなさそうです。電車は八幡山を発車。この駅は通過線付きの大比可の駅。定刻ですとここで通過待ちのために5分ほど止まることとなっていましたが、この日は待ち合わせはなくすぐに発車しました。ただ現在電車は8分遅れで走っています。それまでの区間での遅れが大きすぎて全然巻き返すことはできていなかったようです。なおこの後走る特急は本日運休となっています。なお八幡山駅はかつては折り返し可能駅となっていましたが、現在は高架化工事が始まって折り返し設備が廃止されました。そのため桜上水からつつじが丘と長い距離運転見合わせになってしまうこともあるようです。そしてその隣の駅は芦花公園駅です。この駅も各駅停車のみが止まる駅。普段は優等電車を使って通過してしまう人も、この日は各駅停車に乗るしかなく久しぶりに止まったという人も多いでしょう。電車は主要駅千歳烏山を発車。この駅は特急までが停車の駅です。ここまでの所要時間は25分くらい、特急ならば12分で着いちゃうことを考えますと時間がかかりすぎていると思います。そう、京王線は各駅停車が遅すぎるため、特急や急行がないと長距離移動はやはり時間がかかってしまうようです。
ただこのようなダイヤが乱れてしまった時は各駅停車で行くしかないこともあります。なお千歳烏山からはバス路線が多く走っています。中央線の吉祥寺方面にもたくさん運転されており、まだ中央線に振り返したい場合も間に合うようです。そしてこの千歳烏山から隣の仙川までは少し駅間が長く、各駅停車でもスピードを出して走っています。ということで新宿発車から26分くらい、電車は間もなく仙川に到着します。この駅は区間急行までが停車の駅です。相模原線は動いていますから区間急行や快速は走っているはずですが、今のところ抜かれることはありませんでした。その辺はどうなっているのかこの後見ていきます。なおホームは2面2線の構造ですが、上下で分離した作りとなっています。このような設計はラッシュ時間帯やこのように電車が間引き運転になってしまう時には便利でしょう。なお仙川から三鷹までもバスが走っています。さて新宿発車から28分、電車は間もなくすすじが丘に到着します。この駅は特急は通過で急行までが停車の駅です。配線的に緊急時は折り返しができる構造になっているほか、上り電車では定期でつつじが丘発着が運転されています。ホームは2面4線の対比化の駅で、ここで待ち合わせを行うようです。特急電車は運休が続いていますが、都営新宿線からの直通の優等電車はまだ走っています。この駅では何分止まるのかはよくわかりませんが、この後は待ち合わせの様子を見ていきたいと思います。奥では京王ライナーの送り込みが発車、あれは橋本発着の便に使われることになりそうです。さてこのつつじが丘では都営新宿線からの急行橋本駅と待ち合わせます。早朝並みに優等電車の本数が減っていますが、残念ながら調布まで各駅停車が先着することはありませんでした。なおこの急行は定時でも待ち合わせをする予定であったようです。京王線本体の遅れに巻き込まれて、この電車も7分遅れくらいで走っています。ここまでは笹塚までの各駅、明大前、桜上水、千歳烏山と止まってきました。相模原線方面に行きたい人やその先振り替え輸送を使う人はみんな乗り換えしたようです。さあ急行橋本行きが発車します。この電車はこの先調布、京王稲田堤、京王長山、京王多摩センターに停車し、京王多摩センターからは各駅停車橋本行きになるそうです。今回は京王線と相模原線が別れた後の区間で運転見合わせしていますから、相模原線はまだ生き残っています。多くの人が乗っていました。そして今回新宿から乗っているのは各駅停車飛田給駅です。途中駅では空中駅として案内されていることもありましたが、電車の表示はこのように飛田給駅となっていました。なお運転再開見込み時刻は20時、現在時刻はそれに近いということもあり、どの電車を再開1本目にするのか混乱していたようで、この電車が一時府中行きとして案内されることもあったようです。そしてつつじが丘では2本目の通過待ちを行います。こちらは特急橋本行きです。おそらくこの電車は本来新宿駅を19時40分発の京王ライナーで走る予定だった電車が結局運休となり、特急として走っていたようです。ロングシート仕様ではありましたが、たくさんの人が乗っていました。つつじが丘での待ち合わせは以上となります。電車はつつじが丘を発車。つつじが丘駅からは意外と路線バスがそんなに走っていません。相模原線方面に向かう場合は小田急線の成城学山駅のバスを使うことができるかもしれませんが、中央線方面のバスはないようです。電車が動いている場合はとりあえず調布まで向かうことをお勧めします。そして運転見合わせの中、相模原線直通の電車に2本抜かれていきましたが、終点の飛田給にはあとどれくらいで着くのでしょうか。なお運転再開時刻は20分程度繰り下がり、この電車はとりあえず飛田給止まりとして引き続き走っていくようです。さあ電車は
まもなく柴崎に到着します。この駅は各駅停車のみ止まる駅です。この先の3駅は全て各駅停車のみ止まる駅、優等電車からの乗り換えをすることが一番早く行けるわけですが、この日ばかりは全区間各駅停車で行くしかありませんでした。ここまでの車両時間は40分くらい。これは正直不便だと思います。そしてこちらは地下に入って国領を発車。この駅は調布の地下化に伴って一緒に地下化された駅です。1日の乗降客数は約3万2000人。京王線の各駅停車のみ止まる駅の中では一番利用者が多い駅となっています。なお京王線の各停のみ止まる駅については、普段は10分に1本程度電車が走っていますが、この日は運転見合わせの影響もあり、だいたい20分に1本程度に減ってしまっています。いろんな需要を抱える京王線であるからこそ、このような輸送障害時のダイヤ設計にはなかなか苦難しそうだと思います。そしてその隣の駅は布田駅です。布田も北陵も路線バスは中央線方面ではなく小田急線方面のみ走っています。また調布駅行きのバスも走っていますから、万一この区間が止まってしまった際には使うことができそうです。さて新宿発車からは45分以上が経過しました。電車は間もなく調布に到着します。抜かれる回数こそ少なかったですが、結局通常通りの各駅停車くらい所要時間がかかってしまっており、また遅れも取り戻すことができていません。この駅は特急までが停車の駅です。この日は相模原線直通として走らない京王線の優等電車は全て調布止まりとして運転していました。なおホームは地下駅で2面4線の構造ですが、とにかく乗り換え客が多く、実際にホームを見ますと人で溢れてしまっています。電車は調布を発車。ホームを見てわかる通り、この各駅停車に乗った人は少数派。結局この先の区間が止まっていますから、皆さん調布駅で待つ選択をしたようです。なおこの駅は相模原線との分岐駅、相模原線で京王稲田堤まで向かい、そこから淀川河原まで南線を使えば運転見合わせ区間を避けて移動することができます。また調布からはバス路線も充実しており、吉祥寺、三鷹、武蔵境、武蔵小金井方面や西武多摩川線の多摩駅まで向かうこともできるそうです。このように振り替え層を使うなら調布が便利でしょう。むしろ調布から府中までの一部区間が運転見合わせの時、調布を過ぎてしまいますと結構面倒なことになりますから、この点は注意が必要です。そして終点の飛田給まではあと2駅のところまで来ましたが、電車は間もなく西調布に到着します。この駅は基本的には各駅停車のみ止まる駅です。駅前にロータリーはありますが、バスは日中時間帯にしか走っていません。朝夕は街道沿いまで歩いて移動することになるようです。そして新宿発車から50分が経過しました。電車は間もなく終点の飛田給に到着します。今回この電車は一時運転再開1本目の電車として府中まで行く可能性もありましたが、結局は飛田給止まりであったようです。この駅は味の素スタジアムの最寄り駅です。基本的には各駅停車のみ止まる駅ですが、味の素スタジアムでイベントがありますと特急も臨時の停車駅となっています。なおホームは2面3線の構造で、上り側が待機可能な2線の構造となっています。また非常時には折り返しができるような配線となっており、そのため今回はここまで移動することができました。というか一駅先の武蔵野台で事故が発生しましたから、結局ここで足止めとなったようです。なおこの後はこの電車の折り返しの様子や運転再開後の様子について見ていきたいと思います。さてこの先の区間は運転見合わせということで、電光掲示板は特に何の表示もしていません。まるで終電後みたいな表示となっていました。そして乗ってきた飛田給止まりは回送電車となりました。このホームで折り返しをするわけではないようです。ホームには結構人が溢れていますから、ドアを開けてあげれば良いと思いますが、
この後折り返しをしないといけないため回送となったようです。しかし回送になってからもなかなか動くことはなく、そのまま5分くらいが経ってしまっています。その間に運転再開の準備は整ったみたいで、電光掲示板が復活しました。皮肉なことにこの飛び滝止まりの表示から復活していますから、乗ってきた電車が再度運転再開1本目になることはなさそうです。さあ、ようやく乗ってきた当駅止まりの回送電車が発車します。飛び滝駅には流通線はないため、折り返しをする際は本線上で行うしかありません。配線的に下りの本線で一旦止まり、その後折り返して上りのホームに入ることになっています。なおこの駅は下りだけでなく上りでも折り返し可能な配線となっており、もし西調布駅で事故があったりすれば、ここで逆側に折り返しをしていくことになるのでしょう。そして本線に着いた後は運転手さんと車掌さんが入れ替わり、再度ホームに入っていくことになりますが、これが結構時間がかかってしまい、踏切はずっと閉まりっぱなしとなっています。こういうパターンの開かずの踏切もあるみたいです。そして電車の警笛も鳴って上りホームに入ってきたのは、折り返し当駅始発の各駅停車京葉線新宿駅です。この後再開した後のことも考えて、上りにも電車を送っておかないといけません。上りの各駅停車もすでに20分近く電車が来ない状態が続いていますから、これは仕方ないと思います。なお下りについてはこの後運転再開後に次々と電車が入っていきます。ということで、以上が貴重な飛び滝折り返しの様子でした。さあ、運転再開後の電車はまだ入ってきていません。この日は20時20分頃の運転再開予定でしたが、結局現在時刻は40分くらいとなっています。また電光掲示板の表示も変わり、この後来るのは府中行き、高畑不動行きの順番となっており、飛び滝行きほどではないですが、珍しい電車が連続で来るようです。さあ、入ってきました。こちらは再開1本目の各駅停車府中行きです。今回は臨時電車と案内されていましたから、もしかしたら優等電車として走る予定だった便を各駅停車に変えたのかもしれません。車両は10両での運転です。また車内はめちゃくちゃ混雑しており、飛び滝湯から乗る人もここまでで大量にいるようです。行き先表示はちゃんと各駅停車府中となっていました。この表示もなかなか見られないレアなものだと思います。なお、このような各駅停車のみ止まる駅のホームには駅員さんがおらず、車掌さんが一生懸命放送をかけて案内しています。普段は数十秒で駅を出てしまう京葉線の各駅停車ですが、この日はこの電車2分以上止まっていました。さあ、再開1本目の各駅停車府中行きが発車します。今回運転を見合わせていた区間は飛田急から府中までとなりますが、再開1本目の電車の行く先は府中止まり、結局その先まで行く方法はまだよくわからない状態となっていました。この電車は全車両満員の状態で発車。これは普段のこの区間ではなかなか見られない光景だと思います。そして運転が再開し、次の電車はどんどんと入ってきます。次の電車は各駅停車高畑不動行きであるようです。先ほどの府中行きには乗れなかった人がたくさんホームで並んでいました。そして本当にすぐに電車が入ってきました。こちらは高畑不動行きではなく各駅停車高尾山口行きとなるようです。この混乱によって駅側との連携がうまくいっていなく、この電車は予定通り高尾山口まで向かうこととなっています。まあ、この運転再開便として終点が近いよりかは遠い方がマシでしょう。この電車はどこ始発なのかはよくわかりませんが、車内はかなり空いています。しかし飛び滝湯からはたくさんの人が乗って、電車はほぼ満員状態であります。どんだけ待っている人がいたんだよという話ですが、ここから先が運転見合わせであったため、これくらい乗っているのも当然かもしれません。なお、この各駅停車はこの先終点の高尾山口まで各駅先着することとなるようです。一瞬すごいことに思いますが、
飛びたき言うまでも各駅停車で来た人のことを考えますと、なかなか苦行とも言えそうです。この2本で飛田給にいた人はほとんど乗っていきました。そしてその後もしばらく誘導電車の運転はなく、次に入ってくるのも各駅停車となります。基本的に夜の時間帯での各駅停車は高尾山口行きとして走っていますから、このように高尾山口行きの電車が連続して来ることになるようです。さあ、今回は新宿から飛田給まで急遽企画を変えてダイヤが乱れた京王線について見ていきました。中央線が並行しているとはいえ、やはり京王線を使った方が早い区間はたくさんあり、京王線の重要性がよくわかりました。また振り替え輸送も全駅が使いやすいわけではなく、一部バス路線が全然ないところもありますから、この点は注意が必要です。まあ一番は何も事故が起こらないことだと思います。今週はスーパー京王大作戦、金曜日は明大前駅から京王多摩センター駅まで区間急行の1分後に走る急行に乗っていきます。朝ラッシュの下り時間帯に走る超高頻度の優等電車、一体どんなノロノロ運転が見られるのでしょうか。注目です。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。